10月16日日本グランプリを前にアグリはスゴーサーキットで走り込んだ。よくなった車？だいぶね。開幕戦ブラジル以来7ヶ月、連続予備予選落ちの十分すぎる屈辱を味わったアグリとヤマハは、何としてもこの地元日本グランプリでは決勝グリッドに並びたいのが心境だ。ハンドルは軽すぎる。 F3 より軽いんじゃない、日本へ帰国後すぐに鈴鹿を F3000 のマシンを借り走り込み、そしてこのスゴへやってきた。キャスターだな。久しぶりに気心の知れた F3000 時代、共に戦ったエンジニアやメカニックたちが集まってくれた。まだだね。何度もピットインピットアウトを繰り返しながら40周50周と周回を重ねていく。トラブルなしにこんなにちゃんと走るこの車を見ることができたのはこれが初めてのこと。走れてるね。ミッションも壊れてないしね。後藤さん奇跡じゃないかなって久しぶりにアグリが笑顔を見せ、そしてヤマハの後藤さんも笑う。午後になって雨が降ってきた。せっかく調子の上がった車を雨で滑って壊したくない。でも少しでも多く走りたいのだろう。じっとしていられないアグリは雨上がりの濡れたサーキットへ自分のポルシェで出ていく。夕方、もうしばらく路面が乾くのを待つよう進めるメカニックを自ら説得してヘルメットをかぶる。待ちくたびれたアグリは飛び出していく。沈んでいく日の光を追いかけるように。真ん中のウィングになくてもいいんじゃない。鈴鹿を想定しての細かい調整はこの日辺りが真っ暗になるまで続いた。